たんだ、美月。機嫌よくカレンダーに印なんかつけて。お前ら、この日が何の日か知ってるか？誰かの誕生日でもないし。ライブがある日でもないですよね。デートの約束しましたか？わかった。身体検査の日だ。そうそう、この日までに小魚食って身長を伸ばそうってなんでだよ。誰もわかんねえのかよ。わかる人。はい。はい、イオリ、どうぞ。アイドリッシュセブンが結成された日です。ああ、みんなでオーディションした日だ。あれからもう1年経つのか。デビュー日はインタビューでよく聞かれるけど、本当の結成日はこっちだもんな。この日ちょうど夜は全員オフなんだ。だからさ、俺たちから1周年の感謝を込めて、マネージャーやバンディさんや社長にサプライズパーティー用意しようぜ。ナイスアイデア、パーティーしましょう。社長たちに感謝のパーティーか。悪くないな。どんな内容にするんだ？レッスン場を飾り付けてさ、ちょっとしたごちそう用意してみんなで隠し芸披露するってのはどうだ？隠し芸か、楽しそう。あれやってみたいな。二人羽織でご飯食べさせるやつ。イオリ、一緒にやろうよ。無茶ぶりしないでください。私の顔面が大惨事になることが目に見えています。イオリの口が大きくなれば無事に入ると思う。この男、顔面の造作にまで無茶ぶりしますか。玉木君は一芸多いよね。路上で小銭稼ぎしてたからな。ジャグリングとアクロバット系できる。私も多彩なアイドルです。皆さんに芸術的なテクニックお見せしますよ。じゃあ各自隠し芸磨いておくか。当日までマネージャーたちにバレないようにな。もうすぐアイドリッシュセブンが結成されて1周年です。どうですか、頑張ってくれたあの子たちにサプライズパーティーを用意するというのは。いいね。デビュー1周年はアルバムを出したりライブを行ったり華々しくお祝いするけど、結成1周年記念は僕たちでこじんまりお祝いしようか。そうだね、ごちそうだけじゃ寂しいから僕たちで何か隠し芸でも用意しようか。3人でできる芸、トリガーのモノマネとかですかね。いいね、僕とバンディ君はアロハ持ってるから夏しようぜの MV ができるよ。君もアロハ買っておきなさい。踊れる踊れる、余裕余裕。バンディ君は聞くまでもないしね。そうと決まれば担当分けしましょう。3人分のくじ作りますね。隠し芸か、何がいいですかね。学校のテストと仕事の間に短時間で一人で習得できそうなことを考えないと。イオリ、二人羽織で食べるやつ何にする？二人羽織で決定したかのように滑らかに話を進めないでもらえませんか。ケーキとかが安全だと思うけど、受けを狙うなら熱いおでんかうどんだと思う。承諾してないって言ってるんですよ。七瀬さん、割と強引な人ですね。大丈夫、大きな羽織は借りられそうだったからよかったな、イオリ。何も大丈夫じゃありませんし、よかったのはあなただけですから。そうちゃん、一緒にジャグリングやろうよ。あんたと一緒にいる時間が一番多いし練習しやすいから。いや、悪いけど遠慮するよ。あ、なんで。いつまでも君の個性に乗っかって仕事するわけにはいかない。僕もバラエティに強みを持たないと。今こそ個性を磨く時だと思うんだ。じゃあ何すんの。
手品とか。普通。練習してギターを弾いたり。アルコールを口に含んで火を吹くのは。なんでいつも一足飛びなんだよ。平凡と過激の間に何段階かギアつけとけよ。ギアか、難しいな。最近は子供用自転車にだってついてるな。サプライズパーティーでトライしたいパフォーマンス見つけました。ユマートとミツウキにも協力してほしいです。おお、何やるんだ。ボイスパーカッションです。ボイスパーカッション、早速やってみましょう。レッツトライ、せーの。じゃなかったか。こういうのはもうちょっと打ち合わせ。次は激しく。Let's try。せーの。
ばらく無理。アイドリッシュセブンの1周年記念で忙しいんだ。1周年？デビュー1周年はまだ先だろ。グループ結成1周年のお祝いをするんだよ。楽しそうだな。僕たちにもかませてよ。身内でこじんまりとやりたいんだけど。そんなこと言わないで。人手は多い方が何かと便利でしょ。そうだな。設営スタッフくらいさ。天下のリバーレに設営やれなんて言うの君くらいだよ。軍手は持参して。じゃな。バンさん、なんて？アイドリッシュセブンの結成1周年記念のパーティーに来てほしい。嬉しいな。楽しそう。設営スタッフとして。設営スタッフ？あ、ユキ、もしかして迷惑がってるとこ無理やりねじ込んだんじゃないの？そんなことない。未練たらしい。そんなんじゃないって。過去は捨てた男だって。ほら、高梨さんは事務所小さいからさ、人手が足りなくて大変なんだよ。ああ、そっか。設営っていうかローディーやったことはあるけど、あれって結構重労働だもんな。よし、せっかくのお祝いの席だし、にゃんこの手借りてあげよう。どこに電話するの？かわいい後輩のとこ。大事な世界だからね。先輩のご指名には逆らえないでしょ。年功序列は無視するくせに。敬意が欲しいなら年上らしいところ見せたら。喧嘩するなって。年のことを言うなら二人とも俺がお兄さんってことを忘れてない？覚えてるよ。夜道には気をつけて、お兄ちゃん。知らない奴にはついていくなよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんだなんて照れくさいな。話があるわ。座ってちょうだい。なんだ、おっかない顔して。社長から直接指示があったの。アイドリッシュセブンとの共演 NG は解禁したけれど、最近慣れ合いすぎだって。アイドリッシュセブンはあくまでよその事務所のグループよ。メディアで親しげに名前を出すのはやめて、個人的な付き合いも控えるようになさい。なんだよそれ。トリガーとアイドリッシュセブンはタレントイメージが違うの。慣れ合えばあなたたちへのイメージが変わってくるわ。いいわね。僕は賛成。節度のある距離を保つことは大事だ。社長の言うことは分からなくもないんですが、リバーレの方はいいんですか？俺たちとイメージが違うと思うけど。
お笑いの大御所の家に行ったってタレントイメージがどうのなんて言わなかったぞ。なんでアイドルシュセブンだけ。あーそのあそこの事務所とはいろいろあるのよ。いろいろって？私も噂程度しか知らないけど、とにかく仲良くするならば水面下にとどめなさい。社長にバレたらまた共演 NG にされるわよ。宝締め目障りな男だ。弱小事務所のまま消えていくかと思う。しぶとく業界をしがみついて、あいつらのせいでガクタちゃんに感化されている。ライブリッシュセブンの世界にこれ以上トリガーを関与させてなるものか。たちがいない。社長室から声が。完璧です。きっとあの子たちも喜びますよ。結成1周年記念のサプライズパーティー。サプライズパーティー。隠し芸の練習もバッチリだし、当日までバレないようにしなくちゃね。隠し芸？聞いてはいけないことを聞いてしまった。お互いにサプライズするつもりだったのか。みんなに話さなきゃ。あ、いや、それじゃサプライズを用意してる社長たちをがっかりさせることになる。みんなだって楽しみに準備してるのに、バッティングを知ったらがっかりするんじゃないか。どうすれば。そうちゃん、暗い顔してどうした？隠し芸のアイデア思いつかねえの？一生のお願いだからジャグリングやりたいって言ってみ。玉木くん、サプライズパーティーやりたい？うん。そうちゃんはやりたくねえの？僕は、いや、なんでもない。そうやって隠すなよ。結成1周年お祝いしたくねえのか？みんなと1年一緒にやってたの嬉しくねえの？やっぱ俺とメッゾになったこと後悔してんのか？黙ってないではっきり言えよ。た、玉木くん。おい、どうした？メッゾの悪いところ全部出てる会話してるぞ。あ、山さん、例文として百科事典に乗っけてやろうか？大和さん、実は。会場はどんな飾り付けにしようかな。そろそろ本気で考えておかなきゃ。あれ、なぎくん。おお、グッドアイデアひらめきました。これこそ結成1周年のサプライズパーティーにふさわしいパフォーマンスです。結成1周年のサプライズパーティー。てけてんてん、空回し。もう出した。隠し芸。大きな花束を持ってサプライズゲストも来てくれることになりました。マネージャーたち、きっとびっくりしますよ。聞いてはいけないことを聞いてしまった。あの子たちもサプライズ考えてくれてたのか。これは困ったな。そうか、アイドリッシュセブンのみんなが
僕たちにサプライズパーティーを。ありがたい話だね。芸能事務所冥利に尽きるよ。せっかく僕らに内緒で準備してくれてるんだ。水を差すのも悪いから、ありがたく好意を受けておこうよ。僕の抱かれたい男ナンバーワンぶりを見せられなかったのは残念だけどね。俺のワイルド&セクシーさもかなりすごかったんですけどね。また次のお楽しみにするとしよう。サプライズ計画がバレてることはみんなには内緒にしておこうね。そうか、マネージャーたちの方もサプライズパーティーの準備してくれてたのか。どうしますか。せっかく頑張ってくれてんだ。恐縮だけどあっちにお任せしようぜ。マネージャーたちの隠し芸見てみたいしさ。じゃあ二人羽織はできないのか。プライベートで四葉さんとやってください。四葉さんは口が大きいのでシューティングポイントが広いですよ。バナナは一口で半分までいけっけど、やりすぎるとうーってなる。なんで？息できてないんじゃない？鼻でしてる。人は喉に異物があると嘔吐したくなるようにできてるんですよ。そうなんだ。そう、今隠した誰でもできる刀を飲み込むための本ってなんだ？おお、隠し芸中止。非常に残念です。三つ受けとヤマートと一緒に大相撲をしたかったです。見合って見合って、はっきよーい。残った！ってやだよ。大体ジャパニーズスポーツなめんなよ。ガタイが良くても腰が座ってないとうっちゃられるんだからな。うっちゃられる。相撲の妖精の名前。おお、ライト。嘘教えんなよ。国際問題になるぞ。じゃあちょっと残念だけど、マネージャーたちが用意してくれるパーティー楽しみにしてよっか。私たちが気づいていることは内緒にしておきましょう。皆さん、当日は驚いた演技をしてくださいよ。準備してくれたパーティー会場、こっそり覗いちゃ悪いからね。こんばんは、アイドリッシュセブンのセンター七瀬陸。ただいま戻りました。アイドリッシュセブンの泉美月。お腹ペコペコにして無事帰還しました。いつもより大きな声だね。張り切ってますね。おかえり。お、社長テンション高いですね。君たちこそね。ごちそう。気の使えない人ですね。まだ準備が整ってないんですよ。おとなしく待っていてください。そっか。じゃあホワイトボードを掃除してよっと。俺はこの辺で本でも読んでようかな。僕は食器を洗っておきますね。出し忘れた書類でも書いてよっと。じゃあ俺地球やる。 What?なぎっち好きな。俺ここで自転すんじゃん。なぎっちは俺の周り動きながら自転すんの。
朝夜朝夜朝夜ニュームーンクレセントハーフムーンギバーズムーン。どうしたんでしょう。不思議なお遊戯を始めたりして。事務所に戻ってきたばかりだ。いろいろと準備があるのをごまかしてるんだよ。気づかないふりをしてあげないと。そうですね。それじゃあ俺も仕事のふりを続けます。僕もいつ始まってもいいように、この辺ブラブラしてるから。さりげなく、さりげなくね。朝夜もう無理ねえ回った。ああ母なる地球のコアが停止してしまいました。手よ永遠に払え。デリバリーでも頼んでんじゃないか。ああ、早くビール飲んで。できた。すごい対策だろ。みんなの似顔絵似てない？ホワイトボードの掃除をしていたんじゃなかったんですか、七瀬さん。それにしてもさっきから社長たちの視線をすごく感じるんですけど。上に呼んでくれるのか気になっちゃって。もうお腹がグーグーだよ。準備してる気配もないですね。デリバリーの到着を待ってるんでしょう。そうかもしれません。だったら社長、彼らにサインが必要ですよ。ここは一つお願いできますか。わかったよ、万里君。着いちゃったな。お、ついに来ましたか。お、やっぱ待ってた。来てるよ。もうペッコペコだよ。俺たちもペッコペコです。というとついに、あれれ、あれの時間、あれの時間ですよ。よし、やっか。やっちゃいますか。イエーイ。なんでレッスン場に案内しねえんだ。どうしてレッスン場に案内してくれないんだろう。サプライズの準備してくれ。そう聞きました。サプライズの準備してくれてるんだよね。はい、バッチリそう聞いてます。なんでだ。イオリ、どこ行くの。何かトラブルがあったのかもしれません。トイレに行くふりをしてこっそりレッスン場を見てきます。なるほど、俺も付き合うよ。イオリ、どんなもの見ても顔に出しちゃダメだよ。七瀬さんと一緒にしないでください。私のポーカーフェイスは多少のことで崩れない。いや、何くすぐってるんですか。崩れた。やかましいです。リク君とイオリ君がレッスン場に。何かトラブルがあったのかもしれないね。バニ君、様子を見てきてくれるかい。わかりました、行ってきます。どんな飾り付けになってるのかな。七瀬さん、小さな声で。なんもない。
神さん、どうしてこんな、なんでこんなことになってるんだ。君たちサプライズパーティーの計画を知ってくださってたんじゃないんですか。サプライズパーティーの計画してたんじゃないの。してません。途中でやめたんです。マネージャーたちがこっそり計画してるのを知って。え、そんな。じゃあせっかくの1周年なのにご馳走も飾り付けも隠し芸もなし。ソンゴさん、勘違いだったのかな。だったら私たちでやればよかったですね。めちゃくちゃがっかりしてる。どうしよう。待ってね。お客さんだ。俺ちょっと出てきますね。はい、どうぞ。こんばんは、リバルです。軍手と差し入れ持って助っ人に来たよ。リバルさん、どうしてここに。呼んだこと忘れてた。結成1周年のお祝いをするんだろう。設営スタッフやれってバル、じゃじゃーん。みんなの結成1周年をお祝いするために、なんとスペシャルゲストとして日本一のアイドルグループリバールに来てもらいました。すごい。ようやく僕らのこと正当に評価。今から速攻で設営するから捨てないでくれ。じゃあサプライズパーティーは。もちろん準備万端だ。やった。無事に記念日を祝えてよかったです。モモ君、差し入れって。打ち上げ用にお寿司とかオードブルとかデザートとか買ってきました。ダンさんのお役に立てますか。もちろんだ。愛してるよ。だけど量が少ないかもな。あ、じゃあ後輩に買いに行かせます。人手がいると思って何人かこっちに向かわせてるんですよ。ももさんから連絡だ。15人分の飯の買い出ししてこい。いいじゃなかったのかな。パーティーの食事ならご馳走がいいよね。タイのお刺身売ってないかな。刺身か。刺身の他は何だ。僕は飲まないけどアルコールもいるでしょ。ビールケース重いかもな。もっと近くの駐車場に止めればよかった。俺の車取ってこようか。あとでいいだろ。酒と刺身と揚げ物ありゃいいか。他になんか食べたいやつあるか。豆腐ともずく。あ、スーパーがあった。行ってみる。そうだな。二人とスーパーに行くの初めてじゃない。日頃こういうところで買い物してる。バレない。バレないよ。僕もうまくやってる。すごいな。これはなんかバレちゃうんだよね。こんばんは、リバールです。結成1周年おめでとう。お祝いに駆けつけたよ。駆けつけたよ。モモさん、ユキさん、リバーレが来るなんてすっごいサプライズだ。こっち系のサプライズかよ。こっち系のサプライズでごめんね。ほらビール。やった。ミツキ久しぶりじゃん。背伸びたんじゃない。実は3センチ。手変わりませんよ。モモさんもどうしたんですか。最近苦労多いんじゃないですか。
なんだよ、白髪増えちゃって。待て、これはおしゃれなやつだから。おう、乗り突っ込み同士の会話、終了です。さあ、みんなグラス持って。社長は何にします？僕も最初はビールで。じゃあ少しだけ改まって挨拶しようかな。ありがとう、アイドリッシュセブンのみんな。僕たちへの感謝の印にこんな素敵なゲストを呼んでくれて。レナ、あわわわわわわ。日頃は厳しいことも言ってしまうけど、こうしてみんなにサプライズパーティーを用意してもらえて本当に。乾杯。乾杯。ちょ、今いいとこだったよ。社長すみません、わけは後ほどお話しします。うわあ、ごちそうだ。超腹減った。お疲れさん。乾杯。乾杯。相互は飲まないのか？僕は遠慮しておきます。酔うと記憶がなくなってしまうので。今日くらい遠慮することねえのに。まあほどほどにな。成人組が羨ましいですね。こんな日は私も飲みたかったです。ナギは自分の国では飲んでたんだっけ？ Yes、 ヤマトたちより強い自信ありますよ。ストップ、タマキ、食べ過ぎです。うまい。みんなの分残しておいてくださいよ。そんないっぺんに口に入れて。大丈夫、鼻で息できる。平気平気、後輩が買い足してきてくれるはずだから。してくれたよ。この辺のお店の人たちは気さくだな。キーホルダーのおまけもくれた。蝶の羽が生えた相撲取り、すっげえ可愛くね。お、ももさんからラビ茶だ。荷物が邪魔でスマホが出ない。持ってるよ。悪い。あ、どうしたの？ももさんの言ってた今夜パーティーをするアーティスト、アイドリッシュセブンらしい。そうなのか？高梨事務所に来て混ざれって。社長に釘を刺されたばかりだ。高梨事務所に行くのはまずくない。でもこの食料をどうする？ないと向こうも困るだろうし、俺たちでこんなに食べられないだろう。うん、飯だけ置いてさっと帰るか。賛成。荷物多いから車取ってくるよ。二人はここで待ってて。ユキリン、イクラについてたキュウリやる。好き嫌いしないで食べなさい。僕のグラスが空だからお酌して。なんで自分で継げば？男か女かで人を判断する人がいるように、お酌ができるかできないかで人を判断する人がいるんだよ。慣れておきなさい。はい、練習。いくらについてるキュウリを食べてくれるかくれないかで判断する人もいるかも。はい、練習。確かにね。いいよ、ヤマトさん、俺お酌します。あ、ありがとう。どうやったら全部下にこぼせんだ？だせー、漏らしたみたいになってる。すみません、今拭きます。どこ触ってんだ。いい、自分でやるから。
く七瀬さんは。どうぞ、モモさん。ありがとう、イオリ。倉庫にはついでやらないの？確か二十歳超えてたよな。大阪さんは。僕は。飲めるなら飲んじゃえって。今夜はブレイコ。みんなで楽しくやろう。イオリ、ついでやって。ではいただきます。一杯だけ。いいよいいよ、ぐっといっちゃって。どうしました、ヨーリ。深刻な顔をして。懺悔します。大阪さんにお酒をついてしまいました。眠れる獅子を起こすようなマネを。お、来た来た。ちょっと出てくる。買い出しをお願いしていた後輩の方ですか。私もご挨拶に行きます。毎度。じゃなかった。こんばんは。噂の蕎麦屋さんですか。こんばんは。トリガー、待ってたよ。買い出ししてくれてありがとう。さあ入って入って。それがそういうわけには。天兄もお祝いに来てくれたの。リク、嬉しいな。こけら落としの打ち上げみたいだ。おいでよ、もうみんな食べてるよ。食事を届けに来ただけ。すぐに帰る。なんで。社長の方針でね。あまり親しくしすぎてるとまた共演 NG になっちゃいそうなんだ。少しくらいなら万歳だろ。ガーク、どうしても帰っちゃう。少しくらいな。二人がいいなら俺もぜひ参加したいな。こっそり混ぜてもらおうよ。ではどうぞご案内します。二組目のスペシャルゲスト、トリガーです。おこんなに大歓迎されると悪い気しな。すっげえ、マグロのカモさん。エビフライもある。食い物の方かよ。冗談だって。忙しいのに悪いな。来てくれて感謝してるよ、ドリガ。何濡らしてんだ。漏らしながらカッコつけてんじゃねえよ。リク、八乙女に着してやって。はい、八乙女さん、どうぞ。どうも。てめえ、下着までびしょびしょにしやがって。リクはいい仕事するな。はい、九条氏、ジュースと炭酸水どちらにしますか。ジュースね。ありがとう。お礼にこれあげる。何ですかそれ。スーパーでもらったストラップ。蝶の羽の生えた相撲取り。可愛くないですね。可愛いのが好きなの。別に。おお、フィースウチャレル、ウチャレルです。ああ、ワンダホー。北欧では流行っているようですね。みたいだね。こんばんは。みんな盛り上がってるね。ソウゴ君も今夜は飲んでるんだ。スライスさん、お久しぶりです。いつも仕事では大変お世話になっています。今日もお疲れのところをわざわざ。堅苦しい挨拶はいいって。俺は車で来たから飲めないけど、代わりに倉庫くんどんどん飲んでよ。いや、僕は。遠慮しないで。はい、グラスこっちに。
いただきます。社長たち、マジでトリガーのモノマネやるつもりだったんですか？そうだよ、決まってたよね、僕の八乙女岳くん。俺の綱志龍之介くんもかなりすごかったよ。マネージャーも九条天くんの練習してたんだよね。そうなのか、見てみたいな。やってくれよ。口紅だ。ガク、お盛んだな。さすが、抱かれたい男ナンバーワン。しろ。ん？お盛んな男子いるの？うちの娘には半径3メートル以上近づけさせないよ。違うんだ、これは取り囲まれて。ギャルに？美女に？ヒューヒュー。60代のおばちゃんたちにです。そうだよな、ケン、証言してくれよ。うるせえ、八乙女。俺が九条と話してるんだ。横からごちゃごちゃ抜かすな。俺の身の潔白がかかってるんだぞ。知るか。それで続きだ。いいか、九条、陸、人生っていうのはな。君って普段無気力そうなのに、深酒すると人生語るタイプだったんだね。熱い大和さん、珍しいから面白いでしょ。聞いてるか、二人とも。聞いてます、聞いてます。もっと飲んでください。じゃあもう一杯。うわあ、またやっちゃった。リクは昔からお酌下手だね。そうぼくん、だいぶ体傾いてるけど大丈夫？っていうか、なんで俺の膝叩くの？位置が高い。位置？大坂さん、材質を見つけて角度調整に入りましたね。つまりあそこが今夜の窮屈です。そこ二人いると見えない。はい、すぐに解きます。あ、寝っ転がりたかったのね。あ、そう。普段と違って酔うと甘えるんだな。意外な一面もあってかわいい。痛い。まさか裂ける。枕高いな、やだな。ごめんね、俺の股関節的にそこが限界値なんだ。許してあげる、トリガーだから。おい、なんで龍が大阪の肘掛けになってるんだよ。普段とだいぶキャラ違わない？そこはアルコールが入るとってのはつけられなくなってしまって。管理しとけよ、アイドリッシュセブン。このイカリングの形超面白い。おい、俺は今魂で話してるんだ、わかるか？アイドリッシュセブンの年長者が完全に潰れてる。トリガー、歌歌って。歌？ここで？こらこら、総合くん、困らせたら悪いよ。彼らはプライベートで来てるんだから。つなしさん、あのおじさん嫌なこと言う。し、君の事務所の社長さんだよ。そうじゃ、わがまま言うな、甘えんな、シャキッとしろ。やだ。やだじゃねえだろ。いつもそうちゃんが俺にわがまま言うなって。そうちゃん、タン君がすぐ怒鳴るからやだって。ムカつくな、てめえ。まあ
ならいいよなあ。で、ガク、めんどくせえけど、まあ歌うくらいなら。ダンスも。あ、二人は踊って綱さんにすする。ガク君はアルコール入ってるし、トリガーのダンス激しいから無理じゃない。そうそう、みんなで楽しく飲もうよ。トリガー踊るって、トリガー踊るって絶対踊るんだって。元御曹司のゴリ押し半端ないですね。そうか、妙調腹切りしますよ。社長、次は取引会社の制作発表会です。祝辞の挨拶をお願いしますとのことでした。分かっている。なあ、それからこのタスキをつけてほしいと。なんだこれは。スペシャルゲスト。幼稚なお遊戯を好む老害ばかりだ。まあ、お祝いの席ですから。分かっている。事務所に通っているのか。龍之介の車じゃないか。ちょ、もうあの子ったら。あれほど言ったのに。高梨も高梨だ。まさか引き抜く気じゃないだろうな。直接乗り込んでやる。あ、社長、この後のスケジュールが。もう社長。そういえば、ナギ君、君が言ってたスペシャルゲストって誰のことだったんだ？スペシャルゲスト…おー、忘れていました。ダグラスが立ち寄ると言っていたんです。ダグラス？ダグラス・ルートバンク？イエス、ワイフと寿司を食べに来るついでに来てくれると言っていました。すごいな。ですが、直前でワイフがワイキキでホットケーキを食べたいと言って行き先が変更になったそうです。ワイフ、残念だけど仕方がないな。スペシャルゲストに会いたかったけど。お前たち、ここで何をやっている。スペシャルゲストだ。本当だ、タスキにスペシャルゲストって書いてある。はあ、くそ、こんなもの。八乙女君、君までお祝いに来てくれるなんて。そんなわけがないだろう。すみません、失礼します。やだ、リバーレ、あなたたちもいたの。人間関係上逆らえなくて。楽しそうだったから。天閣龍、アネサギを通して伝えたはずだ。これ以上慣れ合うなら共演 NG にすると。あんたの指図は。もしかして八乙女事務所の偉い人。待ってください。七瀬さん、解きません。おじさんは勘違いをしているんです。おじさんの思っているような。おじさんと呼ぶの。スペシャルゲストさんが思っているような。スペシャルゲストでもない、八乙女だ。八乙女さんは勘違いしているんです。ここにいるのはトリガーじゃなくて、関西からお越しいただいたトリガーのそっくり芸人さんたちです。え？そうやな。乗っかった。リクの無茶ぶりに全力で乗っかった。そうやって万能に打ち返すから彼が無茶ぶり大魔人になるんですよ。ふざけんな。私をバカにしてるのか。ちゃうで。そないなことあらへんで。社長、もうお時間ですので
うちのタレントのモノマネで営業するならば許可を取るように厳しく、もう厳しく言っときますから。はあ、モノマネではないだろう、本人だろう。実の息子くらいわかるぞ。ガク、返事をしろ。待てのお供、昨日入院しはって。そら難儀やな。ね、社長、行きますわよ。ちょ、社長、な、ちょ、社長、社長さん、タスキ忘れてはります。どうも、バカ。あんた帰ったら絶対お説教だからね。危ないところだった。手にうまくごまかせてよかった。リク、ありがとう。リクが起点を聞かせてくれたおかげだよ。そんなことない。テニーならきっと何とかしてくれるって信じてたから。リク、テニー、いい話っぽい空気作ってますけど、全然そんなんじゃありませんでしたからね。勘違いしないでくださいね。それじゃあ一難去ったところで改めて、アイドリッシュセブングループ結成1周年おめでとう。